私は中国出身で、今日の主催者のテルさんと同じ大学出身の先輩なの で、自分は大学3年生の時にその学校のダブルディグリープログラムがあって、そのきっかけで日本大学にそのまま3年生の形で勉強されまして、日本に来てまいりました。で大学の卒業生また慶応義塾大学の MA コースに進学し、今はもう卒業して社会人の2年目になっております。三味線と出会うきっかけっていうことは、最初は日本に来て、いろんなこと、日本語の文化とか、興味を持ちまして、やっぱり学校を日本に勉強して生活しながら、こう日本っぽいことをやりたくて、そういうような感じで、何度も探して、三味線っていうなんか音色も形もすごくザ・日本で感じて、がありまして、こうなんと教育大学もこうオバマっていう津軽三味線のサークルがあって、先輩のパフォーマンスを見て、すごい日本っぽくでかつかっこいいって感じなので、そこに入部しました。で大学中にいろんなパフォーマンスの機会もありますし、演奏ぐらいだったり、でもその10人か20人のメンバーと一緒に何曲を弾いて、皆さんのハートを分けてるようなオリジナルの曲が多くて、実は一人で三味線を弾けるっていうことは正直言えないんですよ。なので卒業してやっぱ三味線を続きたいなっていう気持ちが強くて、なんと今皆さん多分ご存知の世界文化祭の有名人の吉田商会の兄の吉田良一郎さんのところについております。今もう先生のところに弟子入れも1年2ヶ月経って、ちょうどこの9月、実は6年前の9月の8日に日本に参りまして、ちょうど記念日の記念日というような気持ちで、今日のこの機会でぜひ自分の勉強した成果も皆さんに披露したいと思います。やっぱり先生に習ってから基礎からちゃんとやらないとうまく成長できないので、ちゃんと日本からやりながら日本の民謡からの曲をいろいろ勉強しました。次の3曲なんですけれども、青森県からの津軽琴譜と宮城県の埼玉都市と山形県の花笠音頭の3曲連続でお送りしたいと思います。もしところがあればぜひ皆さん掲揚室もどうぞ応援をよろしくお願いいたします。
介するのが中国出身なのでちょっとあれなんですけど、皆さんこの津軽先生の特徴についてご存知ですか？三味線やられてる方いらっしゃいますか？多分なんかその詳しい